お疲れ様です。3月13日水曜日朝6時の相場解説になります。まあ今日と明日連続した水木マーケットということでお話しできると思います。まあというのがね、大型材料が特に水木と入ってませんのでね、えー、やりやすいかなというところです。えー、実際にね、利益を上げていきましょう。まあ昨日もね、利益取れたと思いますけども、えー、今日はあとこちらの陽線ですよね。陽線がもうほぼ陽線で確定すると思います。えー、そして下の方には下髭で こ,う下に行くことが、ね、ここで、えー、もうストップされててるようなな形になってますこれがテクニカルの読み方なんですけども一旦上昇したこの陽線が小さなね弧を描くような形になるんではないかなと思いますねはいそれはまあ今までの経験とともに予測するものですけどもこれと似たような感じになるんですよこっちとね、まあ、左右対称とまではいけませんけども大体似たような形になるかなというところでございます そして、昨日が陽線で終わるってことは、昨日の朝3時なり6時なりにね、147円台で終わりますよってのが、まさにハマってですね、昨日は146円台からスタートしたんですけども、見てください、147円の624ですから、十分な利幅が昨日は倍だけで取れたってことを振り返ることができると思います。で、今日はこの3分の1年戻しぐらいっていうのが、そろそろ落ち着いてくるんじゃないかなと思うのと、あと短期的にはまだ上がるよってことをね、両方お話していこうと思います。 はい。それでは4時間の方に移っていきます。4時間の方ですが、これだけ見るとね、移動平均線に阻まれて、下の方にブツッと落ちていきそうなんですけども、もちろんその可能性はありますけども、もうちょっと抜けた後で落ちるんじゃないかなと思いますね、今回は。うんまあ、ちょっとね、上げ幅が弱いんですよ。もう一息ぐらい来ると思います。まあ、これは思いますっていうとね、特に根拠みたいなものはないんですけども、 まあ、半値戻しぐらいはあるんじゃないかなっていうようなところですよ。もちろん3分の1値戻しっていうのがねあの、ありますんで、3分の1ほど戻りましたんで、ここが頭打ちのところかなっていうのも考えられますけども、1時間単位で見るともう一月来ると思います。4時間ではもうすでにねあの、下落始まると思うんですけども、1時間ではもうちょっと上がると思いますね。で、私たちがあのやっていくのは1時間軸ですから、1時間をどのように見るかってことになります。ほら、ご覧のようにね、 下落トレンドがずっと起きてきてで2日間のレンジ月間があってで昨日の1日ってのは1日かけて上昇したところだったわけじゃないですかで上昇トレンドに転換したわけなんですよあとは移動平均線にぶつかるとまた帰りの方向に向かう上昇トレンドの特徴がありますんで今日はね多少こんな動きになるんじゃないかなとそして今日の途中かね夕方あたりもしくは明日になって たら、これがね。今度は下落に転じるような特徴を出していくんじゃないかなっていうところですね。まあ、全体的ない予想はこんな感じでございます。で、もう1回ちょっとね。4時間の方戻りますけども。ここから始まったボラティリティが落ちてきて、ここまで伸びてさらにちっちゃくなってってことでね。結局あの収束をしていって、またどっちかに跳ねるみたいな動きになるんじゃないかなっていうところまでねこの水木は見通しております。 もちろん、この私の見立てどおりに水木が同じペースで進むとは限りませんしね、もしかしたら、ものすごく速いペースで収束してブレイクするかもしれません。もしくは、すごくゆっくりで、その前に材料が入って、収束ブレイクの流れが断ち切られるっていうこともね、シナリオとしては覚悟しておかなければならないところかなと思います。はい。まあ、とりあえず、今日は1時間軸では倍の方で取っていくっていうことになると思います。その辺を見据えながらね、やっていきましょう。もう一回1時間見ていきましょう。 こんな感じですから、148円にはならないのかなと思いますね。147円台をもうちょっとだけ推移して、このヒゲ先までは行動範囲があると思います。だから強いて言えばこういうふうなレンジを意識すればいいのかなってところですね。これでやっていきましょうか。で、もし抜けるようでしたら、これは148円超えていくっていうところで、ブレイクを見てもいいかと思います。ブレイクで倍でエントリーですね。 まあ、こういうふうな形です。それでは材料ないんで、そちらの方は引用しません。お疲れ様です。FX オリガルヒの皆様は、追加放送をお待ちください。